間で新たに参戦する新キャラクターの3人となっておりまして、はい、ゆきてるみの方は初回封入特典でダウンロードコードがついてまして、かぐのむつきの方はストーリーモードクリアで出ます。そして心得はまだ配信時間未定ですが、うん、DLC で用意しております。じゃあですね、まず先ほど2人の方から、うん、試合の前に、はい、これ負けられない戦いなんでちょっとボタンチェックをさせろっていういわゆるガチンコなことを言い始めてですね、わかりました。ちょっと、キャラクター説明がてら、はい、ボタンチェックを軽くしていきたいなと思います。わかりました。じゃあまず、1P側の今日の方は、はい、心得を使用ですね。対する、ツビ側 Y1 湯口の方は、神楽睦月を使用します。ではまずボタンのチェックから始めていきたいと思います。はい、でですね、この神楽睦月というキャラクターと、心得に関しましてはパブリックデーで初めて心得を解禁しておりまして、はい、もともと一番最初のブレイブル、カラミティトリガーという一番最初の作品から登場してるんですけど、うん、ファンの方からまだかまだかまだ出ないのかいい加減プレイヤーに出してくれ森さんみたいな話を、めちゃめちゃ来てましたね、はい、それを受けて満を持しての登場というキャラクターですね。スタッフの愛が詰まっております。いいですね。お待たせしました。じゃあね、初めて見る方もいらっしゃると思うので、この戦いの見どころなんていうのを軽くボタンチェックがてらご説明させていただきたいと思います。私の邪魔だけはするな。はい、まず、左手のここの絵ですね。このキャラクターは科学者というキャラクターですね。まず、ボタンセッティング、はい、ボタンチェックは大事ですね。もうね、ここボタンを配置を間違えるとそれだけで結構負けに直結するので、ちょっと2人とも真面目にチェックします、はい、まずここの絵の方なんですが、この接地物ですね、これを押すと相手に引力を発生させて相手を吸い込みます。さらに、飛び道具を出すと、この飛び道具がですね重引力に引っかかって吸い込まれます。このように、はい、このように引力を発生させて飛び道具を飛ばして、トリッキーな動きをさせたりしますね。なるほど。さらに、その引力を、アクティベートという必殺技で敵力を働かせてですね、反対方向に相手を吹っ飛ばすという、引力で吸い込んで敵力で吹き飛ばす、なるほど、これを駆使して、トリッキーに戦えて相手をこう揺さぶるキャラクターです。はい、ここの辺の火球の使いこなし方なんかを注目していただけるといいですね。なるほど。で対する神楽睦月、はい、この見た目通り体験をすごい使ってですね、はい、このキャラクターの特殊能力としては構えというのがございまして、ちょっとワイバンユグチの方やってもらっていいですか。 8D としゃがみ D、 ほうほうほう、しゃがみ D、 そして前 D、 ここからですねボタンを押すとそれぞれの特殊技が出ます。でこの構えからの特殊技を使った連携がこのカグラムツというキャラクターの持ち味となっております。 なのでこの構えを使った豪快な連続の際、火の玉を使ってトリッキーに戦うここの絵という対戦カードになりますね。わかりました。はい、じゃあボタンチェックの方は2人とも大丈夫ですか。はい、 OK ということで、はい、じゃあ、ガチンコマッチをやっていきたいと思います。じゃあまずキャラクターセレクトに戻って、でですね、ここの、一応ルールなんですが、2試合勝負となっております、はい、2試合勝った方じゃなくて2試合のみです。わかりました。なので、2勝すれば査定、おっと1勝1敗なら引き分け、なるほど、ことなきを得ずというルールになっております。それでは始めていきたいと思います。さあ査定を取るか仲良くいくか、いやそこはもうガチンコの勝負で結果を見るしかないか、はい、頑張っていただきたいと思います。これはね、もうお互い真面目に結構多分マジだと思うので神のみぞ知るといった形です。はい、ガチな実力勝負となりそうです。うちの会社のやつら接待プレイができないんですよ基本的にうちの会社は接待プレイのものは全くございません、はい、そういうことはないんです。ガチですか。ガチです。うるさい。あれ、お前も戦う先輩後輩関係ないですからね。もう実力至上主義ですね。はい、はい、それでは見てみましょう。ここの絵 VS カグララウンド1始まりました。はい、まずここの絵としてはですね、このように引力を発生させてカグラに近寄らせないように戦おうというのが基本戦法となりますね。でまた今地面に落ちてる接地ですね、これは雷を発生させる必殺技で、相手が接近するとそれに反応して雷が発生します。なので雷を接地した後は引力で相手を近づけさせてガードを崩そうというのが狙いですね。
それに対して、火力が高いけど、機動力に欠けるカグラーですね、相手の隙を伺って、このように構えから一気に画面端に追い込んで効果力の連続技で勝負を決めようという狙いです。はい、この飛び道具はですね、優秀な性能を持っていますので、カグラの方はこれを縦に攻めていきたいところですが、お互いの状況的には体力5分、これですね、今ペース的にはここの絵が、取ってはいたんですが、カグラのこれ超必殺技あえなく失敗出ました、ね、ですが火力でなんとか追いついているという感じですね。なるほど、それぞれの持ち味で戦ってますね、はい、今ね、ここはお互いに、まあ、最初の1ラウンド目なので、この絵どのようにやってくるか様子見をしている間に、まず1本選手したのはここの絵、今日ですね、今日選手が1本取りました。拍手お願いします。さあ続いては、はい、ここでですね、まあ、徹底して遠距離戦を仕掛けてくるというのがもう目に見えたので、はい、神楽側、ワイバン湯口としてはどのように近寄っていこうかっていうのを今考えているところですね。なるほど、はい、今のこのしゃがみ構えからの攻撃は中段攻撃といって、しゃがみガードができない攻撃となっております。ここから一気に、画面端に追い詰めて、この構えからの連続技でさらに攻めを継続するというのが神楽側の狙いですね。まあ、ここで、反撃を仕返して一気に画面中央に持ち直しつつ、この、アブソリュートゼロという氷の攻撃ですね、これは接近戦でここの強力な攻撃で、ですがリーチが短いので、これも引力を使って相手を引き寄せて決めようというのがここの絵側の狙いです。ここでラピッドキャンセルから構えコンボが炸裂して、この効果力コンボですね、ここら辺の一気にごっそり体力を奪うのがカグラの持ち味。ワイバーン勇士、ここで1ラウンド取り返す、いい展開ですね。追い込みまくりましたね、今度ね。全然お互い手抜いてないですね、これは。まず、はい、波形を打って引力を落ちたいんですが、カグラの飛び道が真横に進んでくるので、結構それがうざったく感じていると思います。ここで、前に中段攻撃ですね、中段攻撃でガード崩しを狙ったここの絵に対して、また球を縦に、飛び道具を縦にカグラはなんとか構えから一気に引きを取りたいところだが、ここで、接近戦が発して、はい、構えしゃがみ B、 ここから、構え立ち D からの攻撃ですね、これで一気に画面端狙えるので、このジャンプ C でダウンを奪った後、カグラは構えから攻めができるんですが、ここで一気に超下級からのコンボ、今のコンボなんですが、下級は本来真上に吹き飛ばして終わりなんですが、下 D という攻撃で真下に重力を発引力ですね、真下に引力を発生して相手を引き寄せて、氷をつなぐという引力コンボを狙いました。今のは結構うまいですね。これまた構えからワイバン湯口追い詰める。ここは、まあ、お互い状況的には1本当たったらどっちも勝負が決まりますね。これ下級から相模 D で引き寄せアブソリュートゼロ、これはうまい。まず 1試合勝利したのは、